はい、どうも、トワイスです。今回もスカイリム実況やっていきたいと思います。今回はですね、またアンゲール氏に力の言葉の場所を聞きまして、この見捨てられた洞窟で力の言葉を見つける、やっていきたいと思います。場所はこちらですね。今現在アズラの祠の方に来てます。で、ここまで徒歩で行くということですね。あとね、一つ気になったんですけど、僕、アズラから見つけてきてほしいって言われた黒き星ですか、あれをネレカワさんに渡しちゃったんで、その状態で、誰でしたっけ？忘れちゃった アズラに仕えてるあの子に会うとどうなるのかなっていうのを、ちょっと今からやってみたいと思います。どうなるのかな？本当に名前を思い出せないな。誰だっけ お？馬？なんでこんなとこに？やば。また持ち物整理してくるの忘れた。あ、アラネアちゃんか。ちょっと話聞いてみましょうか。冒涜者よ。この祠から出て行きなさい。アズラの秘宝を汚した罪で殺される前にね。なるほど。敵対はしないみたいですけど、嫌われちゃったみたいですね。そっかー。あと、持ち物が重い。どうすればいいんだ。仕方ないな、これは。じゃあ、ちょっとですね、村というか、ホワイトランで、ちょっと持ち物の整理をした後に、もう一度見捨てられた洞窟に行ってみたいと思います。では、カット。ずっと探してたんだ。あんたに直接届けるものがあってね。ちょっと待ってくれよ。なんじゃ？ドーンスターに新しい博物館が開くんだ。館主に頼まれて旅人に招待状を渡してるんだよ。おお。これでよしっと。じゃあ行くよ。なるほど。この今配達人から渡されたものは、まあドーンスターに博物館が開いたっていうお知らせなんですけど、これはあれですね。いわゆるレベル別クエストといいますか、私のレベルが20に達したので、このクエストが解放されましたよっていうことですね。これですか。サイラス・ベスイウスの贈り物。深淵の暁博物館。セプティム王朝を打ち倒した教団の歴史。ベイルの偉大な首都ドーンスターのそれぞれの家の中。すべてのスカイリム市民に無料開放。ということですね。これはですね、まああまりネタバレはしないでおきましょうか。まあでも、後々やっていきたいクエストのうちの一つですね。じゃあすいません。荷物整理がこれからというところで話しかけられたんで、またカットで。はい。アズラの祠に戻ってまいりました。ですね 準備に20分ちょっとかかってしまったので、だいぶ録画の時間が伸びてしまったんですけど、まあ、全部カットなんですけどね。見捨てられた洞窟ってなんか、名前的にそんなに長い洞窟ではなさそうなんで、その場合は道中カットしません。道中がカットされてたら、見捨てられた洞窟内が長いと思ってください。では、行きましょうか。にしても、重装を着たままでも割と長く走れるようになってますね。まあもちろんこれを脱いだらもっと長く走れるんですよ。ですけれども。こういう山肌を歩くときは落下死にだけは注意したいですね。
なんだっていうか、そうだよな。そうか、お前か。悪いな、こんな山肌で戦えるほど俺は強くないというか、なんだろう、空中戦に持ち込まれると俺がやられるだけだ。ほら降りてこいよ。うわー、くそ。どうしよう、これは逃げるしかないな。降りたのか。よし、じゃあここでなら戦える。うわー、くそ。燃えろ。いた、この野郎が。くそ。はい、スタミナの消費がやばいですね。来たな。ほら行くぜ。ほら、はい、やめろ。はいはい、普通のドラゴンですね。ならなんとかなるかな。霊気と属性だからファイアブレスの方がいいかもしれませんね。はい、燃えろ。はい、ひるんでますね。押し切るぞ、このまま。なんだ、おお。雪グマか。すまねえな、俺もこんなところでやられるわけにはいかねえんだ。わお、こいついいもん持ってんじゃねえか。悪かったな、カイネの呼び声でも使ってやればよかったんだろうけど、大きい相手にまだ効くかわからんかったからな。雪熊の毛皮、普通の熊の毛皮よりもちょっと多く皮が取れたりするんですかね。まあいいや、すまねえ、お前はありがたく使わせてもらうよ。うおー、たっけー。これはあれか、スクリーンショットにすべきか。朝だったらな。はいっと、あれがマップでいうとこのカスタブトリデってやつですかね。いやー、いいですね、こういうの。じゃあ行きましょうか。さあもうすぐだ。なんかいる。見捨てられた洞窟、はい。うわー、氷の生き量か。燃えろ。死なねえか。ほら、よし、倒した。どこ行った。くそー、氷の生き量したい。お前まさか空中で死んでいるとは。はい、見捨てられた洞窟にたどり着きました。ではこれから攻略していきたいと思います。はい、
途中ドラゴンに会ったりいろいろしたわけなんですけれども、ここであれかな、寒さをしのごうとしたけどモンスターとかにやられたか飢えて朽ちたかどっちかですね。どうなんだろう、ここ長いのかな短いのかな。あー長そう。来るかい、燃えるがいいさ。くっそバカにしやがってこの野郎。よし、この氷の生き量のエキスは確か炎耐性を炎耐性をつけてくれるので結構重要なんですよね。ドラゴン戦とかで使うかな。というかここどういうとこなんでしょうね。今までだいぶやってきてはいるんですけど、いまいちまだ行ったことのないところもたくさんありますので、どうなんでしょうね、どこまでこの洞窟が深いのかちょっと私も測りかねると言いますか。あ、え、扉？え、これ見捨てられた洞窟じゃなかったの？ねえねえちょっと待ってよ、これねがっつり攻略する系じゃないっすか。どうでしょうやばいなあ。そうか、これあれだ、街で薬とかいろいろ買ってきてよかったパターンですね確か一回戻ってきた時に一言言ったと思うんですけど、準備に20分もかかったのは、まあ錬金もしましたし家事もしましたし、あと買い物もめちゃくちゃ回ったんですよ。あと不自もしましたしね。だからものすごく万全の体制なんですね今。これで負けたら恥ずかしいとかそういうレベルかな今のレベル20っていうレベル的に。でここまでがっつり洞窟っていうことは多分ドラウグルかもしくは名前忘れた、まあとりあえず僕の嫌な敵とかが出てきそうですね。あーそっか、トラップとかも気をつけなきゃいけないんですねこういうとこって。なんか歩いてる、なんか歩いてる。これあれか、感づかれてるのかな。危ない、これスイッチだ。何のスイッチかはわからない。オーフ。あの矢には当たらなかったか。ほら、よし、さてさて、じゃあまあ横から開けていきましょうね。あー、秒付きの帝国軍鎧、まあまあ普通ですね。おっと、またドラグルか。はい、やらせないよ。よし、まあこれぐらいだったらね。はい、次お前か。またウォーカーか。ウォーカーばっかりだな。燃えろ。はい、よしよし。ちょっと前ラグンバルドを攻略した後、あれが3本ため取りできたのでずっと収録してなかったんですよ。だから今日久しぶりの収録ということで、あのフィニッシュムーブなんかもすごいなんか懐かしく感じますね。さて、ここはちょっと迷路状というかそういう感じになってますね。はい、おはよう、そしておやすみ。はい、本、ボロボロの本か。なんだ、読み物だったらよかったのに。どっかで話したかもしれませんけど、いずれね、スカイリムのこういう
本。おはよう、そしておやすみ、かける2。この読み物の本とかも、できれば、なんか、朗読みたいなことしてみたいんですよね。うん？鏡の面と書いて、鏡面かな？おお、防御。はあ。はあはあはあ。これはなんか、小説形式ですね。オッケー。これはまた読み物の楽しみがね、増えました。お、これはあれかな？お宝部屋か何かかな？精鋭ってことはちょっと手こずるな、多分。お。おー、よし。一発。お、レベルアップ。いいね。いい波が来てる気がする。お、エルフの盾だ。このなんか翼っぽい装飾かっこいいですよね。他、まあ、なんでしょう。生活雑貨的な？いいね。そろそろ持ち物の重量がちょっと心配なところではありますけど。さあ、こっちか。何が出るかな？ドラグルが死んでるね。さらに下か。ドワーフのグレートソード。うわー、両手武器使いだったらぜひ使いたかった。一応持ち帰るか。売り物にはなりますね。よう。こんな近くで弓をつがえるのか、お前。おい。武器を出すのが遅いんだよ。オッケー。さて、お、金インゴット、いいね。これでアクセサリーが作れる。よしよし。なんでしょうね、あまりボスっぽい気配が感じられないんですけど。うわお、なんだ。ああ、炎か。じゃあお前ここで戦おうか。ははは、さすがに賢いね。ほら、燃え死ぬか、燃え死ぬか、お前。おい。おい。はい。俺は強攻撃じゃないと揺らがないぜ。おい。ほら。ほら。あら。この炎ずっとは出てないみたいですね。はい、とどめ。いやー。トラップを駆使して戦うのも楽しいですね。なるほど。ここは端っこを通って。今なんか嫌な音したけど、気のせいだよね。おっつ。このスイッチ俺は見逃さなかった。よし。帰りに引っかかるかも。お、お、鉄かと思ったら銀インゴット。いいね。へえ、なんだここ。宝の山か。回復の薬？あー、なるほどね。第2部に続くみたいな。見捨てられた墓地。すげー嫌な予感しかしない。行こうかな。どうしようかな。いいか。次回パート短くなってしまうかもしれないんですけれども、今回長くなってしまったので、ここで、一旦切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。